じゃあ6曲目、はい、タイトルはメヌムイモア。これはちょっと迷ったけど、うん、原曲でいきましょう。じゃあ6曲目、はい、いきます。雰囲気がね。そやな。いやマジで俺そのエピソードの時に聞きながらもこれ何の曲やって聞けたことあんねんけどなと思いながら聞いてて、うん、やっとサビでそれが分かって。私も今この曲聞いててサビ聞いた瞬間にうんちゃんがめっちゃ歌ってた曲やって思い出した。ドラマの中でもどこやったかな、赤ちゃんがもう死んでしまって。た回でこれが流れててめっちゃなんかマッチングしてたなっていうのも覚えてる。じゃあ7曲目です、はい、タイトルはおっちょだマルチングで。なんかいいね、これがおっちょだマルチングでおっちょだおっちょだマルチングで、おお、なんか面白い。あと歌手の方はソンゴルメ、これはあの OST になかったなのでこれは原曲を聴いてみようかなと思います。スタート。今バンドの前に、あー二人並んでる時ね。Yeah.
いいね。場面も思い出した、うんうんうん、場面も合わさって印象深いというか、残りやすい曲な感じがする。聴いてた二人の年齢にもっと寄ってる曲でもあるんよ。なるほどね、うん、もう見てこの感じやで。ああなるほどね。そうそうそう、82年の歌もう俺も生まれてない。でも韓国でめちゃめちゃ有名。歌い方的にもめっちゃ難しそうなところ何個かあった。あ、そうな。発音がなんかすごいくるくる回ってる。こう言ってみて。おっちょだまどちんくれどぬにねんまうむれさらざばぼりょんね。あもうここどこ。ここどこ。早いし、なんかこうくるくるってくるくるってしてるやん。さらざばぼりょんね。そうそうそう、そのくるくるが面白いな。じゃあ次8曲目、はい、タイトルは파려하지않은고백で、今回は OST バージョンを持ってきました。お、原曲ももちろんいいねんけど、このドラマでめちゃめちゃ OST バージョンが使われてたんでこれにしようかなと。 OST を歌ったのはギュヒョンスーパージュニアのメンバー。ーどの人やろ。いきます。はい、うわなるほどね。はいはいはい、あ、これで分かった、うん。始まるなって感じ。그대에게준눈부신꽃다발그빛도향기도머잖아슬프게시들고꽃보다예쁜지금그대도힘없이지겠지만그때의꽃과다른우리만의처음숨을쉴거야사랑하는나의사람아말없이약속할게그대눈물이마를때까지내가지켜준다고멀고먼훗날지금을회상하며작은입맞춤을할수있다かっていうぐらい、なんかザ・推薦っていう感じがする。めちゃくちゃ流れるよね、うん、俺は。俺も原曲ね、全く聞いたことなかったんよ、うん、このドラマでめっちゃ好きになった。なるほどね、うん、この OST バージョンもめちゃめちゃ好きやし、あとジョーンが一回、うん、そうバンドの時にね歌うやんか、うん、あれも好きでよかった ね、 あれね。歌詞も今初めて見たけどいいね、うん、なんかもうこの2人の雰囲気にも合ってるもんね。そうそうそう、なんかこの2人ねシーズン2でどうなるかなっていう、うん、じゃあ9曲目タイトルは사랑하게될줄알았어。あ、もうか、あれ
題名で分かったかも。イクチュンさんがカラオケで歌ってるやつじゃなかったっけ。すげえ。なるほどね。これも俺原曲知らなかったけど、今回もこのドラマでめっちゃ好きなんだ。これもまたあの二人にマッチングしてって、このドラママジで選曲すごいなって、これね OST バージョンがもう見て、歌詞の名前、うわジョンミドさんやソワ先生歌ってますよ。めっちゃ声かわいいねもん。9曲目いきます。널처음사진으로본그날99년1월31일그날이후지금이순간까지나하나만기다려준너를습관같은내전화따지받아주는너에게세상가장행복한사람으로만들어준너를너무오랜사랑힘들어서아픈눈물흘리는널돌아서못된내마음도기다려준너를사랑하게될줄알았어우리처음準備しながら聞いたりはしてないんよ、俺も初めて聞いたけど、やばいっていうかもう当て書きしたかのような
子とのマッチングやってんな。選曲すげえな、マジすごいね、本当に。ほんでやっぱ声が素晴らしいね、うん、こんなうまいのに、あの音痴役逆に上手くないと音痴できひんやろね。そうやな、うん、今まで聞いてきた歌詞の意味の中で一番すごい好きかも、うん、綺麗やし、マッチング度合いもすごいし、ほんまにほんまに、うん、もうすごいなんかもうすごい。じゃあ最後、はい、10曲目です。題名はノエゲナンナイゲノン。これは原曲ではなくてこの OST バージョンを持ってきました。これはまた別の動画で見てみようかなと思います。もし可能であればここにその動画も一緒に載けたいんだけど、うん、まあそれでやってみますね。うん、깜빡깜빡하면찍히는거다。おお、判断だ。これで見ますね。準備するときにこれが出てきて、うん、いやこれやんと思って最後はこれで締めました。ずるいわ
あとミドはパラソルっていうのは、うん、この5人の活動名らしい。そうなんや。全部詰まってたもん、いいところが。このドラマの音楽にしろに、あの5人の関係性にしろ、私が感想の時に言ってたいいところにも全部詰めた映像と1曲やったやん。はい、これでね10曲全部聴けましたね。じゃあこの中でどうしようかな。前なんかミオランキングで決めてたやんか。ランキングで決めてたね、いやー難しいな。5ならもうできてる。おお、じゃあもうベスト5それ12決めて言ってみようか。オッケーオッケー、決まった。決めました。おお、ベスト5だったな。じゃあ5位お願いします。5位と言いつつも、うん、同率3位か3つあるんですけど。なるほどね。3位じゃあお願いします。1つ目は、うん、チョンサランイスミョンソゲシキョ。やっぱり印象に残ってたっていうのがめちゃくちゃ強くて、うん、歌詞見てみてもなんか可愛いなというか、あとはあのドラマの中でのジョン・ミドさんの声もそうやし、さっき聞いたジョイさんの声もそうやし、やっぱなんかトータルして好きやった。おー、じゃあまた3位やな。もう一つの3位がパリオハジアヌムコベ。おー、なるほど。うん、あ、これ見よう入るか。うん、お歌詞めちゃくちゃ綺麗な。あ、いい歌詞だったな、うんうん、この OST のギュヒョンさんの声もめちゃくちゃ良かったし、うん、ほんまにね。いや、やっぱりこれは外せないなっていう。もう一つの3位が、うん、アロハ。おなるほど、うん、アロハ入った。もちろんやっぱもうノリもいいし、うん、もちろんドラマのあの場面もね合わせて良かったし、即興役のキムデミョンさんの、うん、ねあの部分も良かったし。はい、これが同率3位の3つやな、うんうん、じゃあミオの2位は。私の2位はサラハゲドエッジュアラス。いやー、2位ですか。結構迷ってん、うん、1位と2位で。お、歌詞見た時のこの感動、ほんまにね。おほんでジョン・ミドさんが歌ったやつ今回初めて聞いたけど、それってねすごかったな。ドラマの中ではジョ・ジョンソクさんが歌ってたりしてたし、うん、もうなんかもうトータルして感動した、うん、すごい、もうこの一言。じゃあミオの1位は。私の1位は、うん、ノエゲなんだ。なるほど、これはまあ歌もそうやけど、うん、もうあの動画の雰囲気にやられてんな。いいに決まってるもん。やっぱりこう全員がみんなこう歌うっていうのが良かったな、うん、1番はイッチュンさんとジュワンさんで、2番がトッキョンさんとジョンモンさん、この割り振りもめちゃくちゃ良かった。声のトーン、声質もなんかちょうど良くて、うんうん、すごいなんかもういろんな点ですごい来た。はい、これがミオのベースト3でした。でもさ、この OST 関連やったうんちゃんもランキングつけてよ。俺、うん、もうすぐ決まんで。おじゃあベスト5、グレゴンネサラン。おグレゴンネサン。これ5位です。で4位がロンリーナイツ。あと3位ですけどアロハです。あー、おー。アロハはね、もともとは好きやったけど、このドラマでの使い方がもう最高すぎる。完璧でしたね。 あと2位だけどパリハジアのコベテックス。おー、知らなかったけどこのドラマを通してほんまに好きになった。うん、俺ずっと口ずさんでるんよ。知ってる。歌詞もあんまよく知らんのに、うん、ずっとなんかこうね。あと1位がサランハゲデッチョララスです。これはマジで今日のこのジョン・ミドさんバージョン聴いてもうカーン。あ、いい曲やなぐらいでしか思えてなかったけど、うん、もう1位ですね今。はい、これが俺のベスト5やな。じゃあね、よろしければ皆さんのベスト5も書いていただければと思いますんで。確かに。いいなのな、うんうん、じゃあこれで3戦シーズン1 OST 選びが終わりました。これね、絶対やと思うけどシーズン2も名曲絶対あると思うよ、うん、これもめっちゃ楽しみ、うん、また今言った通りにシーズン2が終わったらこういう企画やってみようかなと思いますんで、それもぜひ楽しみに待ってください。じゃあイボンヨンさん、ウヨギカジゴヨヨイヌンとタウンヨンさん、ヤソーベトルカゲスミナアドゥセセヨー。この
ドラマ通してキムデミオンさんのことすごい好きになったもん。そうやな、うん、いやもう即興虫やもんな、うん、まあまああのソンファ先生置いてね、うん、えじゃあソンファ先生その上なん、うわーって思ってるイエーイエーイってなってる